はい、皆さんこんにちはレクセン人講師の佐々木ひ美です公開模試が終わって、えー、いよいよ本試験まで目前というところだと思いますが、えー、なかなか勉強してても手につかない焦って不安でどうしようというところだか,かもしれませんもしくは本試験が楽しみで仕方がないといった方もいらっしゃるかもしれませんがとにかくここから先やもうコツコツカツカツ問題演習これをしっかりこなしていくようにしてください卓一でも記述でももうとにかく今日一番自分が集中できるものに絞ってもらって構いません、えー、たくさんのものをこなそうとするより もう一問一問を丁寧に解いて引っかかって今ここでしとめる覚えるという意識で取り組んでいただければ今やったことってのはもうそうそう忘れませんのでしっかりもうこつこついやでも問題演習に向かっていってくださいそして問題解いててもどうしても集中できないもう上の空になってしまうと焦りや不安でおかしくなってしまいそうだという方は でもうここはま間違いのといったものを記載してみることをおすすめしますとにかく問題解いて解説ページに書いてあることこれを一人用でまとめるとまとめて書いて覚えるという効果ですよねこれを狙ってもうとにかくどんな体制でも構いませんのでコツコツ問題演習に取り組んでいくとでねあの言い訳をせずに頑張っていただきたいかなと思います今やったことっての全部本試験につながってきますのでしっかりここからぐいっと右肩上がりで成績伸ばしていきましょう頑張って ください